向こう側と武田尾橋温泉街武田尾温泉は、兵庫県西宮市、宝塚市に流出する温泉である。関西の奥座敷とも称される。摂氏25.3度の単純温泉が湧き出している。六甲山地を流れる向こうが浸食した、V 字国に面した場所に温泉が湧き出している。温泉地の名物として、向こうに架けられた吊り橋の武田尾橋が挙げられる。 向こう側の対岸には、長谷渡る山がある。2012年時点では、向こう側左岸の宝塚市側に1軒、右岸の西宮市側に3軒の旅館があったものの、2019年11月現在、宿泊可能なのは、宝塚市側の紅葉館別にはあざれのみである。西宮市側の3軒のうち、カジカソは廃業し、丸木旅館は、 向こう側の堤防工事のため2015年11月27日以降は休業中であり、残る元湯は宿泊不可で日帰り温泉及び昼食のみ営業中である。1641年に豊臣方のおち武者であった武田おじ家像が発見した湯と伝えられており、滝木拾いの際であったとされる。なお、地名も彼のせいから来ている。水上勤の小説。 桜、守るの舞台であり、山崎豊子の小説、晴れ着の舞台でもある。ただし、西の宮市街地から自動車及び自転車等にて訪れる場合は、宝塚市を経由する必要がある。日本の温泉法では、摂氏25度以上で湧き出していれば、温泉と定義されている。2004年の台風23号で被災し休業したものの、2008年に新築して再開した。 アイデアニュース118年の歴史を持つ、武田大温泉、丸木旅館が一時閉館へなお、記事内では、工事が終わるまで3年間閉館とあるが、堤防工事が終了した2019年11月時点でも、再建工事は始まっていない。中村啓氏。目的別 AG ビッグフットエストイデユの山旅、P22 山戸警告九1996年5月10日。 発行 ISBN4 から635004864神戸新聞ネクスト阪神阪神駅前、上和 JR 武田を変化の兆し末奥座式リンク切れ。ありがとうございます。